まあ今ですね、バイトの休憩中なんですけれども、まあ今からちょっと家帰ってなんかいろいろとグダグダやろうかなと。いや、まあただね、9時間は長い。9時間長いよ。とりあえず、いただきます。一気に回して。明日ね、まあ、毎週ね、木曜日ね、バイト内の出来事みたいなことを話すんですよ。バイト内でどんなことがありましたみたいなことを話すんですけれども、まあね、バイト9時間中の今もう5時間やったのか、途中経過、話す内容ゼロ。毎日毎日ね、コッペパン。今日とかね、全然お客さん来なかったからね、コッペパン。めちゃくちゃ寒い。この下何も着てないんだけど、まあ、見てわかる通り雨降ってるんですよ。雨がね、降っているの。小雨。そんなにすごい雨じゃないんだけど、小雨。雨が寒いです。雨寒いわ。これが菜の花なんでしょ、これ。菜の花。これ食えるの？うまいのか、これ。はい、ということで家着きました。真っ暗やんけ。めちゃ暗。まあ今からなんかグダグダしてなんやかんや過ごしてなんだかんだアンダコンとかあって1時間経ってもう残り45分だけど、はあ、またバイト行ってくるわ、はあ、あと3時間。あと3時間。6時から9時まで。